どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、まあ、ドラゴンクエスト10の世界では、まあ、僕も動画に出したことあるんですけど、暗黙のルールっていうのがいくつかあります。これはやってはいけないよね、これはやって当然だよね、他の人がこれやったから、まあ、これやるのは当然だよね、といったね、まあ、ルールが、まあ、いくつかあるんですよね。まあもちろんどれも、まあ、行くコンテンツによって、まあ、プラスになることなので、割とみんなね、やってるんではないでしょうか。まあ、まあ、例えばね、グレンデ、まあ、場所が決まってるよね。募集の場所が。まあ、あれは何かというと、やっぱりバラバラで募集するよりは、ここの場所は、この試練売り場ですよ。畑の水ふんやりの場所ですよって固まって、場所が分かっていると、この辺に募集があるんだなっていうのは分かりやすい。っていうのもあるし、例えばメタキン募集でも、導きの香水を使わない、まあ中には使う人っていうのも中にもいるんだけどね、まあ、募集主によってはだいぶ変わるんだけど、まあ、導きの香水を使ってやると、超元気玉の時間が、もったいないので、できるだけトルネコ、ミネアだとかテリーだとかね、まあ、そういった導きの人たちと会わない方が、超元気玉も、有効に時間使えるので、元気の香水を使わないでっていったね、まあ、暗黙の了解っていうのはあるんですが、まあ、今日ご紹介するのは、そんなのルールあるの？いつの間に？っていうようなね、ものをご紹介していきたいと思います。まあ、びっくりしたんだけどね。一つ目、宝箱を取るときに、野良、もしくはマッチングとか、野良募集で行くときに、まあ、こういった中身を選んで、現物が出た場合、ジャンプをしてはいけないと、いった暗黙のルールがあるみたいです。まあ、ちょっとね、これはまあ、リスナーさんの話っていうわけではない、まあ、ネタなんですけども、まあ、僕なんかよく現物が出た時に、やったーって言ってね、撮った時にね、ついついジャンプしてしまう癖があるんですが、まあ、あんまり気にしたい人は気にしないみたいなんですけど、はい、中には、ネタバレやめろよと。出るか出ないかのドキドキ感は自分が引くまで味わいたいんだ。人も見せつけられて、分かりたくないんだっていうね、神経質な、方がね、いるみたい。でも、そんなの浸透してたかと思うんだけどね。そんな気にする人、僕、あんま見たことないけどね。ジャンプして、なんでジャンプしてるんですか？やめてください！もう分かっちゃうじゃないですか！とかね、言われたりね。怒られたりしたことはないんだけどね。まあ、これ、こういうのがね、あるみたいです。まあ、そんな生きにくいね、ドラクエ。あんまやりたくないよね。うん。やりたくないよね。まあ心配な人はね、まあ、いちいち口論するのめんどくさいと、絡まれるのがめんどくさいよっていう人はね、もう宝箱をね、もう拾って中身が現物だとしても、ふわーっと言ってください、ふわーっと。ね。まあ仲間内とかだったらね、やったーとか言ってね、こうやってやってもいいと思うんだけどね、もう野良とか心配な人はね、うん。心配な人は、まあ、スッと宝箱を取ってね、はい。あ、中身があった。うわ、ジャンプしたい。でも、衝動を抑えろ。はい、出口に行って、ね、外に出てから、やったーって言ってね、喜んでください。さあ、次にね、防衛軍から。はい、パーティーリーダーより先に、宝箱を開けてはいけない。これちょっと意味がわからないよね。なんでだろう？なんかのメリットがあるのかな？例えば、高速集会で募集内容によって、宝箱は開けないでください。とか、まあ、パーティーリーダーが宝箱を見るので、まあ、良いものあったら教えますよだとか、光る宝箱だけ、取っていいですよっていうのはね、あるみたい。まあ、なぜかというと、その宝箱を取る時間、中身を見て確認する時間が、もったいないと。まあ、それをね、毎回ね、全部なくすと、1周とか2周分は浮くみたいなので、なので、まあ、パーティーリーダーだけ確認して、いいものがあったら取りましょう。悪いものだったら、もう取る必要ないので、すぐにね、出口行って、次のね、戦いに備えましょう。っていうね、のはあるみたい。まあ、要は、回転数を速くするために。でも、オートマッチングの時代でパーティーリーダー以外に先に宝箱を取ってはいけませんっていう、この謎ルール、なんでしょう、ちょっといくら考えてもメリットがちょっと見え、わかんないんだよね。そのオートマッチングで宝箱が出た時にパーティーリーダーがね、先に取るから、ね、取ってはいけませんよ。といった理由がちょっとね、わかんないんだよね。まあちょっとね、分かる人、こういうメリットがあるんじゃないですかっていうのに分かる人教えていただきたい。そんな謎ルール初めて聞いたんだけど。
そして宝箱つながりとして、こちらこのゼルメア、はい、こういった複数宝箱出るところでみんなと別々の宝箱を取ってはいけないという謎ルール、これもちょっとネタバレ的なことなのかな。まあ例えば移動速度のね、埋め尽くしが出ました、わーいってジャンプして喜ぶってことは、うわなんかいいもの入ったんだと思ってがっかりする人がいるからっていう意味なのか、昔聞いたことあるんだけども、まあコインボスで、ね、ボスを倒した後に宝箱4つ出るみたいなんだけど、その宝箱4つ同じ人が先に全部開けてはいけないといったね、なんかね謎ルールもあったんだけど、バラバラで開けた方が現物が出る可能性があるんだよといったね主張してる人がいたみたいなんだけど、あんまりね僕でそれ変わんないと思うんだけどね。まあといったような似たような謎ルールなんですかね、その宝箱も。何なんだろうね、ネタバレされたくないだけなのかな。まあこの意味もねちょっとよくわかんないんだよね、考えたけど。はい、ではね最後にね2本続けて行ってきたいと思います。まあノラの、まあ、迷宮、まあロスターとかもそうなのかな、での話みたいなんですけども、この導きの香水、これは結構効くよね。この導きの香水、こう導きの香水自分が使ったら、あれ香水ないんですか、香水ってありませんか、香水ってありませんかってなんか言うように、じゃあ使ってくださいっていうようなね、まあやりとりがあるみたいなんです。メタルな あります。なんか結構強要してる来る人がいるみたいね。次にですね、こちらメタルの持ち寄りの時にこのメタルの香水、これ、そして持ち寄りではメタルの香水当たり前ですよといったメタルの香水を、はい、強要してくる方がいるみたいです。まあこの2つなんですけども、まあ最初の導きの香水はもう運営さんが確実にね、もう誰かが使えば、効果はあるということなので、まあ皆さんねわざわざ使う必要がないのかな。うん、ただねやっぱりね導きの香水持ってない人っていうのは持ってないから、まあ高価なものに見えちゃうのかな。なのでまあ使われちゃったらちょっと申し訳ないな、あ使ってくれたからまあまあなんだろう、マナーとして使おうかなっていう方はね、中には多分いると思う。まあ僕もね、多分そういう気になるんだろうな。導きの香水使ってくれたから、まあ使っちゃえみたいな。ただ、強要するまではないのかなって感じなのかな。申し訳ない程度に、あ、なんか合わせて使うぐらいかなって感じで、強要するまでには至らないような気がするんだよね。まあ実際公式が本当に効果はもう一人だけでいいんですよって言ってるわけなのでね。と、あとメタルの香水なんだけど、まあ、正直ね、まあ、これね、確証がないからね、ちょっとなんとも言えないんだけど、まあ、そのメタキンコインすらもないし、何百周ともいけるものではないので、ちょっとその証拠、確証は、データは出せないんですが、まあ、ライブでは5周ぐらいしてきて、正直ね、じゃあそれでメタルが増えたかって言ったら、1回しか出なかったもんね、2匹が。その後もずっと一匹で、本当にメタルの香水意味あんのかって思ったぐらいで、で、さらにメタルの香水ってメタルキングじゃなく、ではなくメタルスライムだとか、はぐれメタルの可能性もあるんだよね。まあフィールドで戦っててメタルの香水を使ってる人ってわかると思うんだけど、メタルスライムとかはぐれメタルも出るんですよね。まあもちろんフィールドの敵のレベルによって変わるとは思うんですけども、もしそのメタルの香水が、使えるんであればね、逆にメタキン2匹出るところをメタキンとスライム1匹だとかメタルスライム1匹だとかメタキンとはぐれメタル1匹とかなっちゃって損するような気がするんだよね。まあちょっと確証はないんだけど、まあなのでメタルの香水はまあ使いたい人が使えばいいんじゃないのって、ただね、それも強要するもんではないなっていうふうにね思ったんですが、いかがなんでしょうか、メタルの香水、皆さんはどう思いますか。
ってことで今日はですね、アストロティアにはばかる謎のルール第5戦のご紹介でした。まあちょっと聞いたことないルールや、まあネタバレがあんまりされたくないんだろうね。でも、まあでもこれをね、これからドラゴンクエスト10をやりたいんです。興味あるんですっていうね、初心者の方が見たら、こんな人付き合い大変そうなの？ドラゴンクエスト10とか言ってね、思うようなかもしれないんですけど、あくまでもね、あくまでも、もうごく一部なので誤解しないようにお願いします。まあドラゴンクエスト10の運営さんからのルールっていうのは正直ね、ざっくりね、暴言はダメだとか、まあその人が嫌がる迷惑行為はやめましょうとかいうルールはあるんですけども、基本的に他のルールっていうのは、まあプレイヤー同士がね、メリットがあるルールだと思うんだよねっていうのを決めてやってるんだよね。まあ最初にご紹介した場所を決めたら、分かりやすくなるよねだとか、暗黙のルールっていうのはね、まあメリットがあるからね分かるんだけど、このメリットのない、まあ自己満足のルールっていうのはね、まあ正直強要はできないよね。そんなルールしませんし、それ何のメリットがあるんですかといったね、まあ、ようなものなので、そのルールに従いたくない人はね、もう全く従わなくていいと思います。一人の自己満足のために、そのルールを押し付けるっていうのはね、ルールではないと思うので、まあ、従う必要はないと思います。まあ、ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。